香港チャンネル。お疲れ様です。はい。先週の正義の味方で、はい、ワクチン陰謀論というのを取り扱ってましたけども、はい、なんかいろいろね、陰謀論があるということで。これ言うたら、だから、もう論破できないし、うん、でそういうふうにあの和田先生も、はい、完全否定することでもないし、うん、まあ、そういうこともある、突拍子もないこともね言われたら、まあ、それはちゃうと思うけども、うん、でもあのそれを信じひん人はもう信じひんから仕方がないと思うよね、うん、まあだからね、和田先生もなんかはテレビでおっしゃってましたけど、立てつつ、ね、そうそう、こういう意見もあるよっていう、そうそう、その意見はわからんでもないけど、うん、でもこっちにもこういう意見もあるからって、うん、俺ね、科学を信じる信じひんとか、うん、いろんなんが結果が出なわからん時とかもあり、はいはい、ただね、俺最近思ったんね、はい、魚とか、はい、貝とか、はい、あの自分で釣ったりして取ったりして食べるときあるやろ、はい、それ何の保証があんねん。まあないです。なんかその毒に侵されてるかもわかんないですね。そうやろ、はい、だからそれはその方々が取って、その地域の方がそれは大丈夫やでって言ってるだけの、まあ科学的なあれはね、それが根拠というエビデンスならば、はいはい、そうやけども、うん、だからサーフィンやってるから、はい、あの漁師さんが、はい、取れたーって、うん、ハマグリとか、はいはい、食べとかくれたりすんねんけども、うん、はいはい、でもこれ食べて、うん、もし何かなったらそのくれた人の責任なのかっていうことやろ。まあそうですね、うんうん、だけどそういうことだってあるやん、はいはい、だから何がほんまに思うねんけども、どんな一流料亭とか一流のフグ屋さんでも食べて何か、うん、ね、体壊したりとか病気になったりとか、そうやろ、うん、それって何ってなる、まあ、車に乗っとっても、まあ、飛行機に乗っとっても事故に遭う、うん、のってだから、うん、どうなんかなとか思うね、うん、その今回のワクチン買ってそのエビデンス、うん、また治験がね、うん、完全にはね、終わってない、そりゃそうやけども、うん、そこである程度ね、こういうこと言う犠牲とか絶対にどっかではあると思う、うん、まあそうですね、うん、それは、うん、それはね、100人打って50人がワクチンで亡くなるってなったら、うん、100人打って亡くなりませんで、うん、200人打って亡くなりません、うん、300人打って1人ってなったら打つか打てへんかっていうのは自分でもうしゃあないや、うん、と思うのと、治験っていうのはその昔フグ最初に食べた、はい、丸ごと1匹食べた、はい、亡くなりました、はい、これは毒は目やで、目を残しました、うん、食べました、うん、亡くなりました、はいはい、これしゃあないや、そうですね、そう順番に うん、やっていかんとね、やっていってのことやから、うん、はいはい、だからあのそういうことの犠牲ってあんのんではないかなっていう考えに変えてんね、うん、俺も、はいはい、うん、だから、うん、もうそれでももう人類の歴史がそうですからね、うんうん、そういうとこのことであのだから陰謀論で、はい、もうフグは試せへんことや、一匹食べて死んで絶対あかんで、はい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 、っていうことやろ、うん、だからそうなんちゃうかなとか思うねんけども、うんうん、陰謀論って、言うてるけども、うん、かたやちょっと前まで僕らが陰謀論者やって言われてたやん、はいはい、トランプ大統領 の、はいはい、そのあの不正やと、はい、うん、選挙ね、ほんであの、武漢で発生したウイルスっていうのは、はい、それはあそこではなかったとか、うん、それはあそこにあったのは陰謀論で作っとるって言うて、はい、で結局はバイデン政権になって90日間で洗いざらし調べろってなってるやん、はいはい、だから陰謀論ではないかもわからんっていう、うんうん、だからお互いがそこで揉めるんじゃなく、やっぱり喧嘩になりっていう、喧嘩になりますよね、うん、それは、うん、最後は陰謀論から香港論になんねや、あいつ悪いな、あいつにまたやらな、ガッシノに番組下ろされるわでこの間のね、そんなん言うてたらあれかとすんやんな、誰々が言うてましたみたいな、はいはいはい、こういうふうに推察するとかな、はい、うん、拝察、はい、でも推察しての挨拶とかな、うん、そうやって、こういうことを思ってはんのちゃうかっていうのを、うん、
怖い話やね。そうですね。それが回り回ってこう陰謀論にね、なったりとかっていうので。それをうまいこと使うね、人らもおるっていうことになって、本当に、怖い話でございます。皆さんしっかりと、ね。ということで、結局、みんな、怖い怖いになってくるやん。うん、そうですね。なんか楽しい陰謀論やったらいいんですけどね。うん、なんか宇宙人がどうやとか。うん、ただ、命に関わるから、うん、ほんまに公式なデータが欲しいはほんまになくなってる方、うんうん、そうですね、うん、っていう、ほんで未来10年後にがんになるっていうのは分かれへん、うん、なるかも分からんし、はい、でもこじつけてそのせいやって、はい、だけどいろんなもんで添加物入ってるもん食べてたら人ってなるやん、うん、いやそうですよ、酸化なってって、うん、ほんである意味ね、酸化してるもんを食べたら体も酸化するから、うん、そういう風になっていくんちゃうかっていうのもあるし、何でもこじつけようと思ったらできるから、まあそうですね、占いとかでもそうですしね、そんなの、そういうことで、ね、そういう言い合いとか相手そういうことを信じてるのに対して、だからある程度マインドコントロールとか、洗脳っていうのもあるやろ、まああると思いますよ、うんうん、それっていうのはね、そういうそのカルト的なこともあるやん、だから怖い、だから占いを信じるとか、うん、ね、なんかそのネット販売とか、うん、そういうので、儲かるからとかいうので、うん、っていうのも自分は信じてるけど、うん、前の人はそれあれやろとか言うやん、うん、はい、だからやっぱり、いい品物を提供することでございます、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、そして、いいねボタンを押していただければなおさら嬉しい限りでございます。香港からの報告でした。